カピラ城とは、紀元前4、6世紀頃に存在した小国、あるいはその土地。釈迦の出身地として著名である。カピラバストゥ、カピラワットとも。位置については長らく忘れ去られ、20世紀になってから、政治絡みの論争が起きており、学術的な裏付けのある、最終結論が出ているわけではないが、いずれにせよ、現在のインドネパール国境付近に位置する。 仏田の母の夢に現れた白い像。カピラバストの象徴なお、カピラは、ある仙人の名で、バスト、ワットとは、土地を意味する言葉である。カピラバストを出発した、ボン王が王子に会いに行くと、空中を歩くシッダルダに遭遇し、ベンガルボダイジュの木を与える場面。釈迦族の住まいがあり、釈迦はここで育った。地名の由来については、一説には、 社会以前にこの地にカピラという黄色い髪の毛をしたり主が住んでいたことからそう名付けられたという。また一説にはカピラを祀っていたことに由来するとも。南伝仏典によると社家族の祖先である干渉王はサーケタという地で王国を築いていた。しかしその四南五女が王に追放されてヒマラヤの山側に至るとカピラ船がいるこの土地に落ち着き。 ここで一つの王国を築いたという。その初代の王名は、オッカーカムカという、北伝仏典では四王子とする。カピラ城からバイシャリーまでは五十一油順、またアノマー川まで三十油順、ラージャガハからは六十油順あったという。釈迦晩年に、ヒルリオにより殲滅された。西暦五世紀の初頭、北拳がこの地を訪れた際、上司はすでに荒れ地になっていて、 わずかに民家が数十個があったのみと、北拳殿に記されている。カピラバストは、北拳が5世紀に、現状が7世紀に訪れて、それについて書いたように、ブッダニュー後1000年ほどは、仏教徒の巡礼の地であったという。だが、その後、この地域で、仏教は影響力を失い、ヒンドゥー教やイスラム教がとって変わり、それらの宗教のもとにあった。 インドやネパールの国家では、ブッダのことは語られなくなり、やがて14世紀頃には、カピラバストの正確な場所がわからなくなった。そうしてカピラバストは忘れ去られ、長らくの間一部の専門家だけが興味を持っていたに、過ぎなかったが、再び人々の大きな関心事となって浮上したのは20世紀も、後半になってからのことだった。 ネパール側とインド側で愛国心なども絡み、位置をめぐって異なった見解が唱えられるようになったのである。一説では、現在の場所でいうネパールのタライ地方とされ、ティラウラコットだとみなそうとする動きがある。また別の説では、現在のインドのウッタルプラデーシュ州、シッダールトナガル県、ピプラワーと言われる。ネパール側とインド側の見解の相違は解消されそうもない。 ネパール側は、ピプラーアワーはブッダが頻繁に訪れた王宮だと、みなしているのに対して、インド側はピプラーアワーこそが、カピラバストだと定義しているのである。日本では、立正大学の研究員が1970年代に、ネパール当局との共同発表でティラウラコットを、カピラバストと断定し、長沢和都氏は、一般人向けの多くの新書で、これが正解だとしているが、 学会の通説ではない。坂詰周一らは1980年代後半に、タライ平原の仏教遺跡2カ所で、発掘調査を行っている。ネパールは、世界遺産の候補地として、ユネスコに1996年9月2日付で、テライ平原西部のルパンデヒ軍ルンビニ地区を呼び、ティラウラコットをぶった生誕地として申請し、ルンビニ地区のみ1997年に、 候補地リストに掲載されている。だがユネスコがティラウラコットに関しては、専門からの見解を求めるべきだとした結果、前年にルンビニの現地調査を行った、ブラッドフォード大学の考古学パンが2001年に派遣されることになった。この調査で、紀元前1000年から6世紀頃の陶器類は見つかった。ものの現存する遺跡類はブッダよりも後の時代のものだとされた。 ネパールは世界遺産委員会との協議を継続すると2012年には指定地域を測量図上に示し2018年の答申では世界遺産指定地域内で進行している開発行為ほか第43回世界遺産委員会までにイコモスの質問事項の対応策をまとめて報告するよう勧告を受けた w c ッペからチャールズ・アレンに宛てた1898年に1月付け目も、壺の文字を書写してある。ピプラワーについては、1898年に、イギリス駐在官 w c ッペが、この地から、経典並びに、ガウタマシ・ダールタの遺骨及びその一族の遺骨で、あると記された壺を発掘し、また近代に至って、 カピラバストという文字が刻まれた印象などが出土していることから、ほぼこの地ではないかと推察されている。だが、まだ断定はされていない。ディラウラコットに存在する遺跡群。ピップラーワーの仏教遺跡から出土したフツシャリを呼び、教典は、その一部が日本に伝来した。マーシャル、ジョン、ガイドツサン地。コルカタ。 アッシー P642018 年10月21日、閲覧。AB イコモス1996ビット。武田1998。ピアニッシモ7181。坂詰1988。ピアニッシモ31220。ユネスコ1997。イコモス 1996R。 ピアニッシモ、79-83、コーニングーム1996、AB ヘリア2001、ユネスコ2012、A ユネスコ2012ビット、C666 レブ2018。ピアニッシモ、25-28、ABC ペッペ1898、AB 田辺2012、ピアニッシモ、193-221、カピラバストゥの移行、カポラボストゥエクスカベーションズ。 2018年10月21日閲覧、ありがとうございます。